仙台の新お出かけスポット、東西線荒井駅周辺のお店をご紹介します。新井の駅ができた時に映画風の便りという映画を撮影して、まあそこのセットとしてこのカフェが作られたので、演者さんのサインだったりっていうのがあります。こちらのお店は、コミュニティカフェというのがコンセプトにあって、皆さんがまあいつ来てもゆったりした時間を過ごせるようなことをコンセプトに作りました。風の便りサンドイッチというのを紹介させていただきます。映画の中でも、登場しているサンドイッチでうちの看板メニューとなってます。具材はポテトサラダの中にコンビーフが混ざったものをサンドしていて、使っているパンは、ブレッドバーの方から仕入れていて、オリーブオイルが練り込んである、結構食べ応えがあってボリュームがあるような、まあ本当まあこれからかなっていう感じはするんですけども、まあ、どんどんこれから住む方も増えるだろうし、地下鉄利用される方も増えると思うので、まあ、町と一緒に盛り上がっていければいいなと思っています。はしかりでは皆様からの情報を募集しています。我が町自慢の場所や食べ物など、ハッシュタグはしかりをつけて SNS に発信してください。お待ちしてます。